まれてどういうつもり？ひょっとして、謎はすべて解けた、とかってやつ？多分、おおよそのところはつかめたと思う。本当ですか？へえ、すっごいな。ならば、聞かせてもらおう。わかった。それじゃあ、順を追って話していくよ。まずはこの屋敷のことについてだ。ココロちゃん、君はあちこちに貼ってあるお札を見つけたね。お、思い出させないでよ。黄色の紙に黒の墨書き、あれはハジャフといってね、悪霊や魔の類を封印するために使うものなんだ。サク君、君は滝川部隊の腕章を見つけたね。まあね。君が調べた通り、旧陸軍の滝川部隊は細菌兵器の開発をしていたという説がある。でももう一つ、隊の中には超常現象を専門に研究する者もいたと言われているんだ。平野君、君は1階の柱に地、水、火、風の文字を見つけたね。はい。その柱は東西南北に配置されていた。四大元素を四方に置くのは魔封じの結界陣を意味するんだ。杉子君、君は古い弾丸を見つけたね。ああ、引き出しに入ってたやつ。そう、弾頭がやけに黒かっただろ。あの黒ずみはおそらく硫化銀、つまりあれは銀の玉だと思う。狼男を倒すための道具として知られているけど、西洋では悪魔にも効果があるとされているんだ。つまりここには何か悪霊めいたものが存在し、それを封印あるいは退治しようとした痕跡があるということ。何よそれ、わけわかんない。ちっとも科学的じゃないわ。そう、非科学的なんだ。はあ？話はまだ終わっていないよ。この騒動の真実、僕の推測を確信へと導く要素、彼女たちが見つけた重要なファクターを聞いてくれ。シャーロック。はい。マネキンのカバンの中からミネラルウォーターの瓶が出てきました。でもその瓶の蓋は開いていて、中身も半分しか入っていなかったんです。つまりミネラルウォーターは飲みかけだった。そんなものをマネキンのカバンの中に入れるでしょうか。これは無視できないポイントです。よし、寝ろ。はーい。僕が調べてたマネキンなんだけど、ブラウスの下にちゃんと下着をつけてたんだ。普通そんなことするかな。マネキンなんだから下着なんかつけないで直接服を着せるよね。これは無視できないポイントだと思うな。よし、エルキュール。はい。私は片方だけハイヒールの脱げたマネキンを調べました。そしてそのハイヒールなんですけど、そこがすり減っていたんです。マネキンは動きません。靴底がすり減るなんてありえるでしょうか。これは無視できないポイントだと思います。よし、コーデリア。はい。私はピアスをしたマネキンを見つけました。でもそのピアスはクリアスタッドだったんです。クリアスタッドはピアスホールを開けた時に使う仮ピアス。そんなものをマネキンにつけるでしょうか。これは無視できないポイントだと思います。よし、僕はこう考える。ここには噂通り何かが隠されているんだ。それは宝の類ではないかもしれないけれど、そしてそのことを知られないようにするため、あえて屋敷にオカルトじみた仕掛けをした。君の悪い演出によって人払いをするために。2階のマネキンもその一端というわけか。違う、屋敷の仕掛けと2階のマネキンは無関係だ。過密、お前も気がついているんだろ、あれがマネキンなんかじゃないこと。作りが成功すぎる。まるで生きているかのごとく。つまりあれは本物の人間なんだ。人間をまるでマネキンのように変えてしまう。そんなことができるのはトイズ。そう、つまりこの騒動は立派な怪盗事件。屋敷に隠されたものを目当てに近づく人々を怪盗がトイズで次々にマネキン化させた。これが行方不明者続出と屋敷に出没する幽霊騒ぎの真相なんだ。嘘、これ怪盗事件だったの？黄色い瞳の幽霊、その正体は怪盗ということか。ああ、おそらく。ならばお前の言う屋敷に隠されたものとは？それはわからない。だけど隠されている場所なら
ある程度の察しがついている。どこなんだ。ついてきてくれ。どこなんだ。ついてきてくれ。最初にこの1階を調べた時に気がついたんだけど、この柱は偽物だ。え？あ、本当だ。よく見ると壁との間に少し隙間が、薄い板が張り付いているだけだわ。どうしてこんなことを。本物の柱の位置をごまかすためさ。シャロ、そこのドアを開けてごらん。あ、はい。壁の厚みが変だろ。そう言われてみれば少し厚いかも。それじゃあ部屋の形はどうかな。え？柱が本物だったと仮定するなら部屋は正方形のはず。あ、正方形じゃありません。少し長方形になってる。そう、つまり部屋の外からは一見田の字に配置されている部屋。でも実際はこうなんだ。そして本物の柱を隠すために壁を厚くし、偽の柱を貼り付けた。隠し部屋か。そこに何かがあるわけだな。多分ね。わお、本当にあるし。とにかく降りてみよう。そうだな。ここまで来て降りないでどうするのさ。はい。ちょっと、これって迷路。マジかよ。ゴール見つけるの大変そうだな。めんどくさい。ねえねえ、この迷路を作った人は正解のルートを通ってるはずだから、コーデリアの嗅覚でたどれないかな。ホコリとカビの匂いが充満してて無理だわ。そっか。いや、こういうタイプなら大丈夫。壁伝いか。ああ、総当たりになるけど必ず全ての経路を回れるはず。行こう。はー、痛い痛い、手の骨が折れる。そんなに強く握らないでよ。ごめん。これは日本刀。お宝見つかったってこと？案外早かったね。何やらまがまがしいものを感じるぞ。ええー、ネロやめなさい。はーい。宝刀といったところか。そうだな。とりあえず警察で預かろう。待て、触るな。ん？これだけの仕掛けで隠されてたんだ。慎重に扱った方がいい。なるほど。え、今のって？よくぞ宝を見つけてくれた。やはり見つけ出すのは探偵の仕事だな。礼を言おう、小林オペラ。お前はストーンリバー、怪盗帝国の首領アルセーヌ様に仕えるもの。黄色の瞳、あなたが幽霊の正体なのね。いかにも。どこに隠れてたのよ。どこにでも闇は我が支配下。全てを静寂に包む死と旧陸軍が秘蔵せし負け、アルセーヌ様の命によりこのストーンリバーがもらい受ける。そこまでだ。怪盗を目の前にして突っ立っているだけの我々ではない。奴の背後には壁がある。前から全員で囲め。はい。刀を床に置き、壁に両手をつけ。観念しなさい。御用だ御用だ。我が力。みんな目を閉じろ。喰らえ。神須ココロちゃん。ほう、我がトイズが目に潜む見破ったか。あのタイミングで目を閉じればピンとくるさ。さすが、さすがだ小林オペラ。その洞察力に敬意を払い、剣技のみにて相手をすることを約束しよう。ただし、
この魔剣でな。ちょっと様子が変じゃないですか。まさか本当の呪い。逃げろー。はい。何エルキュール、外へ。メロ、危ない。シャーロック、コーデリア！開くんだ。コーデリア、怪盗ストーンリバーは、たった今とどめをっていない。深くを取ったよ、私としたことが。どこだストーンリバー。まさか刀にあんな仕掛けがあるとはな。出てこい。そのようなわけにはいかないが、今回は負けを認めよう。そんなの認めなくてもいいです。ココロちゃんたちを元に戻してください。アンズル、我が力は日の光にて解除される。そうか、だからこの階の窓は塞がれているんだな。いかにも。ではまたいずれ会おう。その時こそは負けない。決して。おい、私のトイズで匂いを追います。無理だよ。潔く負けを認めて消えた。つまり退路を確保していたってことだ。匂いはたどれても追いつけないだろう。さて。小林さん。ちょっとちょっと、先生まで呪われちゃいます。そうかな。なんともないんですか。ああ、ストーンリバーがこの刀を抜いたとき、ガスみたいなものが吹き出した。その後の彼の様子から考えると、おそらく錯乱作用を及ぼす薬剤。薬剤？呪いじゃないんですか？憶測でしかないけど、ガスを開発した者はこの屋敷も含めて、オカルトになぞらえようとしていたんだろう。研究を秘密裏に進めるためにね。一体何のためにそんなガスを？さあ、戦争があった頃のことで、もう誰にもわからない。よし、まだ日がある。塞がれた窓を開いて固められた人たちを解放しよう。それじゃエリーさんにお願いします。え？バンバン壊しちゃってよ、バンバン。え？ココロちゃんたちも地下から運んでくださいね。元に戻った人たち、みんな問題なさそうでしたね。うん、リクのお兄さんのとぼけた顔、傑作だったよね。仕方がないじゃない、
固まってた時のことを覚えてないんだから。お姉ちゃん、リクくんだ。お姉ちゃん、そんなに慌てて走ったら危ないわよ。お兄ちゃんいたんだね。ヒゲのおじいちゃんが言ってたよ。大丈夫？お兄ちゃん元気？ええ、安心して。よかった。あ、そうだ、あった、これあげる。これは？あのお化け屋敷で見つけたんだ。お兄ちゃんを助けてくれたお礼にあげる。教科。見たところそんな高価そうでもないし、もらっておいても問題ないんじゃないかな。はい、ありがとう。大切にするわ。うん。あと、このおじさん。おじさん。大人になってたからわからなかったけど、もしかして小林オペラ。え、リクくん知ってるの？もちろん台湾だよ。僕おじさんの本たくさん持ってるんだ。ありがとう。ねえねえ、お姉ちゃん。何？僕も名探偵になれるかな。なれるわよ、きっと。そんなため息なんて。ユタカ、実は私悩んでいるの。悩み？ええ、例のターゲットを誰に手に入れてもらおうかと思って。ねえ、あなたは誰がいいと思います？それはどなたにお任せになられてもきっとご期待に添えると思います。そう、じゃあ、あなたにお願いしようかしら。僕ですか？そんな、僕に言ってきるわけ。だけど、ルセーヌ様のご命令だし、でも、やっぱり無理です。では、どうしようかしら。アルセーヌ様！あら？そのミッション、ぜひこの僕にご命じください。ビューティフルにしてミステリアスであられるアルセーヌ様のしもべ、この僕がダイナミックかつエレガントかつセンシティブにあなた様のご期待にお応えしてみせましょう。この怪盗トゥーン。素晴らしいわ。
本当にありがとう。いつも私を楽しませてくれて。な、いえ、楽しませるつもりではなく、僕の本気を。わかりました、あなたに任せましょう。なあ、アルセーヌ様、我が麗しのロイヤルハート。デュエンティ、あなたのターゲットは。挨拶してよねハピード、雨上がりの窓キラリ、前向いて横向いて始まるかも次の未来。それにみんなも大変って？事件だよ小林。事件？今日学校に手紙が来て、それがすごい手紙で、だからもう大変なんです。ダメよシャロ、ちゃんと説明しないと。あ、そうですね、ちゃんと説明ですね。そう、まずは落ち着いて。はい、私落ち着きます。深呼吸よ、深呼吸がいいわ。わかりました、深呼吸ですね。そうよ、行くわよシャロ。はい。コーデリアさん、私ちょっと落ち着いてきました。私もよシャロ。それで、事件っていうのは？まったく、二人ともテンパりすぎだって。でもいきなりこんなことになったから。まあ、簡単に言わせてもらうと、怪盗からの予告状が学院に届いたんだよ。予告状？ええ、そうですわ。アンリエットさん。ごきげんよう、小林さん。今朝、これが学院に届けられました。これは、ボイスメッセージカード。未熟なる探偵たる、あどけなきレディたちに、この予告状を届けよう。僕は怪盗帝国のナイト。エレガンツにしてパーフェクトたる、怪盗20。今宵0時、in the midnight。奇跡をお見せしよう。ステージはランドマークタワー最上階。主演、怪盗20。助演、怪盗20。友情出演、怪盗20。そして僕に奪われる宝、その名前は、そう、かつて幾度も怪盗と探偵が奪い合ったという魔性の宝石、アダムの涙。アダムの涙だって。そんな、あれがこの町に。アダムの涙、小林さんにとっては無視できない名前と思いますが。アダムの涙って、あのアダムの涙じゃ。どういうこと？アダムの涙って一体何？レアメタルの一種、
と言われているけれど、その蘇生は誰にもわからない神秘の石。代々の持ち主がわずかでも美が損なわれることを恐れ、今日までずっと詳しい鑑定が行われることはなかった。それでもなおその美しさを求める者が後を絶たない。そう、5年前、名探偵小林オペラと争ってまで怪盗エルが奪おうとしたように。やっぱりそのアダムの涙なんですね。ねえ、5年前って小林がトイズを。あ、そうだよ。アダムの涙を守るのと引き換えに、僕は探偵としての力をなくした。驚いたな。あのアダムの涙とまた関わることになるなんて。守りましょう。先生が守った宝石を私たちで守りたいです。私もシャロと同じ気持ち。教官が守られたもの、今度は私たちが守るべきだと思います。どっちにしろこのままってわけにはいかないよね。うん、みんなで守りましょう。君たち。小林さん、予告状が学院に届いた以上無視するわけにはいきません。彼女たちと一緒に事件を阻止してください。万一僕と同じようなことが彼女たちの身に起こったら。でも仮に僕が断っても彼女たちは行くと言うだろう。はあ、分かりました。僕たちにできることがあるならよろしくお願いします。小林さん、頑張りましょう先生。それじゃあとりあえずランドマークタワーに行く。そうね、現場の視察をしなきゃ。はい。とにかく5年前と同じことだけは絶対に避けないと。5年前と同じことだけは絶対に避けないと。ふーん、ここが犯行予告の現場。教官、入りましょう。ああ。これは動物がたくさん。剥製。そうだね。ああ、あんたたち。うん、ココロちゃん。ココロちゃんって言うな。お、あんたらも来たか。ジース、こんにちは。そっちにも届いたか、怪盗20からの予告状が。過密。警察にも予告状が。それだけじゃない、マスコミにも送りつけられた。警察としても動かざるを得ん。そうか。あれから怪盗20は逃走し、アダムの涙を取り返しに来ることはなかった。計画が失敗したら潔く負けを認める。それが怪盗の美学というものなのか。事件が起こった前後、本物の過密は海外へ向かう飛行機の中にいて、現地に到着してから今回のことを知り、すぐにこちらに戻ったそうだ。出張については偶然だったのか、それとも。ただいま。美味しかった。教官、ありがとうございます。ごちそうさまでした。どうだった、ケーキバイキング。とっても素敵でしたよ。たくさんの種類があって、ネロなんか全部制覇した上に松阪牛のステーキまで。え、
ステーキ？シャロ！今回何事もなく事件を解決した君たちをねぎらうってことで、僕は確かにおごるって言ったけど、それは食べ放題のケーキバイキングだけだったよね。それが、そのメロが勝手に。ああ、ひどいな、オーデリア。自分だって頼んでたじゃない、フォアグラのソテー。フォアグラ？いえ、そのまさかシャーロック、ヘルキュール。すみません。謝るってことは。シャロはトリュフのクリームフィトチーネ、エリーはクラッカー最高級キャビアのせ。トリュフとキャビア？はい、領収書。うわぁ、いやー、やっぱ高級ホテルは一味違ったね。こんな額経費で落ちないんだけど。文明の香り高いこの町、横浜に眠る宝、アダムの涙、洋館の魔剣、中華街の黄金鏡、そのすべてを私たちから守り通してしまうなんて。豊か？はい。よろしくてよ。お呼びになりましたでしょうか、アルセーヌさん。モンク！アルセーヌ様！どうしたの？ご入浴中ならご入浴中と、失礼します。お待ちなさい。スリーカードは全員揃いましたか？はい、謁見の間に。そう、では参りましょう。ごきげんよう、我が親愛なる怪盗帝国の騎士たち。スリーカードよ。これまで本当にご苦労様でした。あなたたちの活躍には私も満足していますよ。アルセーヌ様、敗北した我らに
そのようにお優しいお言葉を。まさにアルセーヌ様こそこの地上に舞い降りた愛のヴィーナス。エレガンスにしてミステリアスかつパーフェクトなる思考の存在としか。うるせえんだよ、上っ面だけのハッタリ野郎が。何？どんなお言葉をいただこうが負けは負けなんだ。それはそうだな。ナットの言う通りだな。スタンリパン、我らあの少女たちに敗北した。アルセーヌ様のお作りになられた怪盗帝国の名に泥を塗ったのだ。あんな探偵にもなってないガキたちにやられるなんて、クソ。私はあなたたちを高く評価しています。え、私があなたたちを怪盗帝国に招き入れた理由、それはあなたたちが怪盗として美しかったからです。むやみに人を傷つけることなく純粋に謎を織りなすその姿が私の理想。あなたたちもご存知ですよね。だけどこのままじゃ。このままにするつもりはありません。え、ということは。ああ、ついに。ええ、次は私が、このアルセーヌが参りましょう。挨拶してよねハピード、雨上がりの窓キラリ、前向いて横向いて始まるかも次の未来。収穫もなかったわけだし。街で聞き込みしようなんて言い出したの誰だっけ？だってだって、たまには怪盗帝国に先手を打ちたいよ。まあまあシャーロック、こういうこともあるさ。はい。お帰りなさいませ。うわ、ごめんなさい、部屋を間違えました。はい、ストップストップ。僕たち全員で部屋を間違えるわけないでしょ。大変に申し訳ございません。鍵が開いていたので中で待たせていただきました。え、鍵が開いてた？シャーロー。私じゃない。最後に事務所を出たのはネロだったと思う。あれ、そうだっけ。もう人のせいにしないでよ。ごめんごめん。ブー。
ここがあんたらの事務所ね。おお、この並んでるの捜査資料か。きっちり整理してやがんな。つぎ子さん、勝手に触るのはどうかと。ちょっとあんたたち、こんなとこに連れてきてどういうつもり。何を言ってるの。押しかけてきたのはあなたたちでしょ。まあまあ、みんな落ち着いて。ほら、これ見てみ。見るって何よ。あ、これは捜査に関わるデータ。司法強奪のね。おいおい、勝手に持ってきちゃったのかよ。ダメですよ、サクさん。ダウンロードしたのは捜査から外される前だから問題ないっしょ。それは奇弁です。心さん、なんとか言ってください。よくやったわ、サク。そうですよ、よくやりました。さすがはサクさんです。で、違います。これもリーダーである心の日頃の指導のおかげね。心さん、とにかくこれで心たちも事件を調べることができるわ。あの、私の話聞いてます？警視のためにも怪盗帝国のアジトを見つけて3つの司法を取り返すのよ。ちょっと。それでは全員捜査開始。はい、待った。何よ、捜査の邪魔しないでくれる。いや、邪魔はしないけど。その捜査ってのはどこでやるの？ここに決まってるでしょ。署でやったらバレちゃうじゃない。ここ僕たちの事務所なんだよね。何？ダメなの？別にダメじゃないよ。ねえ、小林。え？ああ。でもただってわけにはいかないかな。ここを使わせてあげるんだから、当然それなりの見返りは欲しいよね。見返りって、まさか。そうそう。この、心の美しい体が欲しいのね。おいおい、まったく、何のドラマの影響だ。わかったわ、愛する刑事のためなら。なわけないでしょ。情報だよ、情報。こっちは場所を提供する、そっちは事件のデータを提供する。悪い取引じゃないと思うんだけど。いやよ、誰があんたらなんかに。わかった、それで行こう。次子、受けた恩はきっちり返す。じゃないとおテント様に笑われるよ。それに私らの PDA だけじゃ効率が悪いだろう、サク。だね、ここのメインフレームにリンクさせてもらった方がいいかも。これな。何よ、リーダーは心なのに。たまにはお姉さんの言うことも聞けって。それじゃあここのアクセスコード教えてくれる？いいよね、小林。ああ、 OK だ。心ちゃん、一緒に手がかりを見つけようね。ふん、心が先に見つけるんだから。先生、私絶対に宝を取り返してみせます。だってみんなで守った、みんなの思いのこもった宝なんですから。そうよね、シャルの言う通りだわ。はい、絶対にできるって、僕たちなら。ああ、頑張ろう、みんな。どう、エリキュール。あ、はい。これはアルセーヌの写真じゃないか。ええ、司法が盗まれた時に警備をしてた方が撮られたそうです。この4枚で全部？動きがあまりに素早かったらしく、まともに写っているものはこれだけしかありません。撮影者の報告も書き加えてみました。どれどれ。午前0時、警報器が鳴り響く。当時2分、廊下に出ると犯人に遭遇。午前0時3分、確保に尽力するも犯人の抵抗は激しく難航する。午前0時4分、屋上に追い詰め退路を断つ。午前0時5分、犯人は舞い上がるように上昇し、音もなく空中に消え、見失う。なるほど。何か気になるところはあったかい？はい、あります。違和感が。小林さんは何か気がつきませんか？
そうだな。それ、違和感ありますよね。うん、違和感がある。突然舞い上がるように上昇するなんて変です。しかも三つの現場すべてから同じ報告が。トイズを使ったのかも。いや、気にすべきはそこじゃない。え？飛び上がる手段ならいくらでも考えられる。ロープで吊り上げるとか。問題は音もなく空中に消え見失ったこと。すべての現場で同じだったんだろ？はい。つまり逃走方法に鍵があるんじゃないか。逃走方法ですか？そう、音がなかったんだよね。ええ。よく考えて。音がない。あ、そう、これは重要なファクターだ。どんな感じだい、ネロ。ん？これは犯行声明の映像？アルセーヌからの初めての声明と今回の声明の映像だよ。何か気になるところでも？うん、なんか匂うんだよね。小林は何か気づかない？そうだな。匂うよね、それ。うん、匂う。最初の声明と今回の声明を比べると水面の傾きが逆なんだよ。つまり部屋が傾いてる。怪盗帝国のアジトって立て付けが悪いのかな。また随分と情けない話だな。だよね。水面の傾きなんて関係ないか。いや、関係ある。え？ほら、よく考えて。部屋が傾く要因は？部屋が傾く要因？この旧校舎も随分と古いけど、それほどひどく傾いてはいない。それはなぜかな。建物の基礎が地面に固定されてるから。あ、そうか。そう、これは重要なファクターだ。どうだい、シャーロック。あ、先生。これは天気、風のデータかい？はい、犯行時刻の横浜の風力と風向きです。何か気になるところでも？ええ、ちょっとおかしいっていうか。先生は何か気がつきませんか？そうだな。それ、おかしいですよね。うん、おかしい。どの現場の風もとっても強かったんです。何かのヒントになるかも。いや、強さじゃないな。え？ほら、よく見てごらん。この風向きを表す矢印の先には。先には、あ、うん、こっちも、これも。そう、これは重要なファクターだ。どうかな、コーデリア。はい、いろいろな角度から調べてみようと。これは交通情報かい？ええ、犯行直後の横浜の道路状況です。犯人が車を使って逃げた可能性もあると思って。何か気になるところでも？そうですね、怪しいと思います。教官は何か気がつきませんか？そうだな。それ怪しいですよね。うん、怪しいな。この渋滞が起きている部分ですけど、同じ時間帯の過去1ヶ月分を調べました。でも渋滞が起きてるのは犯行当日だけです。つまり普段はここ渋滞が起きるような場所じゃないんです。一体何が原因で。確かこの場所には。コーデリア、拡大してマップを衛星写真に切り替えて最大倍率に。あ、はい。あ、これはやはりそうか。もしかして。そう、これは重要なファクターだ。あの、サク君？ん？今更かもしれないけど、大丈夫なのかな？大丈夫、大丈夫。あ、いや、僕はまだ何が大丈夫なのかを言ってないよ。勝手にデータ持ち出したことでしょ？まあ、そうなんだけど。さっきも言ったけど、
手を引けって言われる前にダウンロードしてたんだから、あんた心配性だね。あげるよ。え、ひょっとしてもう抜け始めてたりして。そんなことはないと思うけど、それに別に髪が抜けたって。私はやだな、ハゲのおっさんと仕事なんて。普通の女の子ならみんなそうだと思うけど。そうなの？シャーロックたちも相手をしてくれなくなったりする？あら、そうやってうじうじしてっからダメなんだって。いい感じに行こうよ、いい感じに。いい感じって？ねえ、捜査に戻っていい？心に怒られんの嫌なんだけど。え、ああ。それじゃ。どうもこのことは噛み合わないな。よ、なんかよ。いや、そういうわけでも。そうか。でもこの部屋なかなかいいな。部屋？ああ、珍しい年代物ばっかでさ、いいセンスしてると思うよ。いや、僕が用意したわけじゃないんだ。気に入ってるけどね。やっぱそうだろ。なんでも便利とか新しいのばっかじゃダメだと思うんだよ、私も。ただ欲しいんだよな。なんていうかさ、もうちょっと和のテイストが欲しい。和？やっぱり日本人は和でしょ。和の心が入ればもっと深みが出ると思うんだよね。そうかな。あそこに神棚つけない？いや、それは。で、部屋の真ん中にはいろりと自在鍵に鍋、入り口にはずらーっと提灯。これで完璧だな。次こー！うっ！口を動かす暇があったら操作しなさいよ。えいえい、わかりやしたよ、親分。じゃ、そんなわけで。ああ、うん。どうしたんだい？あ、教訓。それが、少し考えてしまって。何を？ G4 の子たちを見ていたら、面倒を見切れる自信が。面倒？ G4 の？あ、違うんです。あ、言葉が足りませんでした。その、普段ここにいない子たちを見ていたら、いつかミルキーホームズにも、新メンバーが加わるんだろうなって。そうなったら私、うまく面倒を見られるか、ちょっと不安に。教官は、どう思います？大丈夫。君なら、きっとうまくやれるさ。そうですか？でもまあ、あまり考えすぎない方がいいんじゃないかな。はい。そうですよね。今大事なのは操作です。集中集中。コーデリア？ダメです。どうしても気になってしまって。そう。どうしたんだい、シャーロック。なんだか嬉しそうだね。あ、すみません。真面目に調べなきゃダメですよね。真面目に。そんな無理に難しい顔をしなくても。私、なんだか嬉しくて。嬉しい？はい、心ちゃんたちがここに遊びに来てくれたことが。いや、遊びに来たわけじゃないと思うけど。先生は お友達をお家に呼んだことありますか？え？そりゃあまあ。どんな気持ちでした？嬉しかったよ。そうですよね、やっぱりそうですよね。ん？なんだろう、 PDA から変な音が。バッテリー警告が出てるけど。え、ああ、 AC アダプター、 AC アダプター。賑やかな子だな。
他にはどんな手がかりがあるかな。頑張ってるな、ネロ。まあね。ところで、どうしてトイズを使わないんだい？ネロならその方が早いんじゃないか？今回は普通にデータが見られるから使うまでもないよ。案外疲れるんだよね、あれ。そうか、必要な時に使えないと困るしね。そうそう、いざって時のために。例えば今の小林が僕のことをどう思ってるかとか。え、どう？小林、僕に触られてみたい？遠慮しておくよ。あれ？逃げるの？それってやましいこと考えてるから？妄想の中で僕にあんなことやこんなこと。そんなことあるわけないだろ。なら僕に触ってみてよ、確かめるから。いや、そんな。付き合い。うわ、なるほどね。え、まさか僕のことそんな風に考えてたんだ。ちょ、待って、よくないと思うぞ、こういうこと。冗談だよ、冗談。え、前にも言ったでしょ、僕のトイズはそんな万能じゃない。何を考えてるかなんてわかるわけないじゃん。なはい、お仕事お仕事。へへい。この子だけは本当に何をするかわからない。ねえ、ロビー3カメのファイルがないんだけど。ん？そんなはず。ごめんごめん、別の場所に移動しちゃってた。え？アクセス制限かかってないんですか？いけねえ、全フォルダフルアクセスになってら。フルアクセス？うっかり消しちゃったらどうすんのよ。僕らは結局いつもの制服のまま。仕方ないでしょ、時間がなかったんだから。え、この声は。はあはあ、小林さん、どうしたんですか？ご用事があったんじゃ。もうこんなに人が。人？何なの？落ち着いてください。深呼吸です、深呼吸。わかった、はあ、大丈夫ですか？ああ、みんなよく聞いてくれ、この船は危険だ。え？先生、それは一体。G4 との操作前から疑問に思うことがいくつかあった。君たちは探偵と警察がこんなパーティーを開くこと自体が不自然とは思わないか？タチさんはお互いの上層部がお互いの未来のためにと言っていたけど、探偵と警察の対立は今よりも昔の方がずっと深かったんだ。古参の連中がこんなことをするわけがない。タチさんはこのパーティーに IDO の人間が来ると言っていた。しかも幹部クラスが数人と。 IDO の幹部が集まるなんて内部会議以外ではかなり珍しい。しかもその会議でさえほとんどがネットによるオンラインミーティングなんだよ。懇親会程度でそれほどの人物を集めるなんておかしい。心君は G4 全員でこの会場の警備を任されたと言っていた。 G4 は対怪盗事件に特化して編成された特別組織。怪盗と無関係なはずのこのパーティーを警備するなんて不自然だ。
平野君からこのパーティーには探偵学院警察学校の全生徒が参加だと聞いた。親睦を深めるためと言うけれど、いくらなんでも規模が大きすぎる。代表を募り人数を絞るのが普通だ。両校の生徒を全員集めるなんて何か作為的なものを感じる。確かに言われてみればという気はしますが、さほど気になるほどでもないような。まだだ、あるじゃないか。みんなが必死の捜査で見つけたもの、疑問を確信へと導く重要なファクターが。さあ聞かせてくれシャーロック。あ、はい。司法が盗まれた時の横浜の風なんですけど、犯行現場の風向きはどれもバラバラでした。でも全て風下に海か川があったんです。3カ所全ての風下に水。これは無視できない共通点だと思います。よし、寝ろ。オッケー。今回のアルセーヌからの映像と怪盗帝国からの最初の声明の映像、それらを見比べてみたんだ。場所は同じ部屋に間違いないと思うんだけど、注目すべきは水槽。不思議なことに今回のと最初のとじゃ水面の傾きが全く逆だったんだよね。これは怪盗帝国のアジトが床の傾きが一定じゃないところ、つまり地面に固定されていない場所ってことなんじゃないかな。よし、エルキュール。はい。今回司法を奪ったアルセーヌがどの現場でも追い詰められた後に突然空へと舞い上がり、そのまま音もなく消え去ってしまったそうです。これはアルセーヌがトイズを使った、あるいは動力のない飛行手段、例えば風に乗るようなグライダーなどを使った可能性があると考えられます。でもそんな方法だと風に流され着地点は正確に定まりません。つまりアルセーヌを回収する側も移動できる可能性が高いということです。よし、コーデリア。はい。アルセーヌが車を使って逃げた可能性を考え、犯行時間前後の道路状況を調べたんですが、普段は全く混雑しない場所が渋滞していたんです。そしてその原因を調べてみると、羽橋が上げられていたためだと判明しました。この橋は現在使われておらず、この時も無許可で稼働していたとのこと。つまり橋を上げなければならない何かしらの理由があったんです。羽橋を上げる理由なんて一つしかありません。犯行当日船がこの場所を通った可能性があります。よし、以上のことから導き出される答え、それはここが、この船こそが怪盗帝国のアジトということだ。ここに大勢の人を集めたのも奴らの計画の一つなんだろう。何かしらの目的があるんだ。ちょっと、目的って、探偵と警察の関係者ばかり。まさか人質。人質？そうなんですか？いや、わからない。何のために怪盗帝国はこのアジトに僕たちを集めたのか。おーい、次子くん。いや、お揃いだね。チース。どうも。ったく、なんで心たちが警備なんか。心ちゃん大変。何突然。この船は怪盗帝国のアジトなんだよ。は？教官の推理よ。怪盗帝国の罠かも。何言ってるの。警察と探偵がパーティーやろうって場所が怪盗帝国のアジトなわけないじゃない。わあわあ、ちょっと考えすぎだろ。はい。根拠はあるの？あります。今まで小林の推理が外れたことあった？マジ？ああ、おそらく。どうしました？おい、この船動いてるよ。何？しまった、いつの間に。もう随分離れてしまっています。なんで気がつかなかったんだろう。電磁無音推進。そうですね、この船ならありえます。何ですかそれ。最近の高級船舶はエンジンやスクリューの音が聞こえないのよ。おい心、こんなの予定にあった？出航するなんて聞いてないわよ。いよいよやばいぞ、これは。心くん、乗客を救命ボートへ誘導してくれ。すぐに脱出させるんだ。ちょっと無理
り言わないでよ。大体なんて説明するのよ。ここは怪盗帝国のアジトで、このパーティーは罠だって言うの？さっきの心たちみたいに信じてくれないわ。なら、こうすればいい。ちょ、何する？僕は小林オペラ。かつては名探偵とも呼ばれていましたから、ご存知の方も多いことでしょう。実は皆さんに大至急お伝えしなければならないことがあります。落ち着いて聞いてください。決して慌てないように。先ほどある怪盗から声明文が届きました。この船を占拠するそうです。でも大丈夫、よく聞いて。すでに犯人の怪盗は僕たちと G4 で取り押さえました。ですが船の操舵機器が壊されており、低速ですが進行が止められない状況です。今から対怪盗特別組織である G4 のメンバーが誘導しますので、全員救命ボートに移り船を脱出し、海上にて救助をお待ちください。以上です。よくそれだけ出任せが言えるわね。嘘も方便ってね。それじゃあ乗客の避難誘導を頼むよ。合点承知。ちょっと心に断りなく引き受けないでよ。ここは怪盗帝国のアジトなんでしょ。 G4 としては放っておけないわ。警視からの命令はパーティーの警備です。招待客の安全が第一じゃないですか。招待客に何かあったら大目玉じゃない。ほら行くよ。何よ、もう分かったわよ。心を動かすにはこれが一番だよね。ですね。心ちゃん頑張ってね。言われなくても頑張るわ。それに心ちゃんって言うな。よし、とりあえずこれで乗客は大丈夫だ。そんでどうすんの、これから。ここが怪盗帝国のアジトならアルセーヌも乗っているはず。やはり捜査ですか。いや、そうは言っても、これはラットが消えた時と同じ。さすがですわ、小林オペラ。アルセーヌ、起点、行動力、洞察力、そして推理力。ドイズはなくとも波の探偵など足元にも及ばない。お前がここにいるということは、やはりここは怪盗帝国のアジトなんだな。はい、お見事です。でもせっかく集まっていただいたお客様をお返しになるのはいかがなものかしら。電源の一部を破壊させていただきました。これで救命ボートのウィンチは動きません。やはり乗客を人質にする気か。どうかしら。お前の要求は何だ。それはすでに伝えてあります。何？私の望みはこのパーティーそのもの。そう、あなたたちとの戦い。ミルキーホームズの皆さん、信じていましたよ、ここにたどり着けることを。あなたたちは私たちと共に謎を彩る運命にあるのですから。にもかかわらず、市政にはそれをわからない怪盗が本当に多い。ドイツを持つ自分を特別視し、欲望のままに犯罪を繰り返し、傷つけ合い、消えない憎しみと悲しみを残す。私はそのような怪盗を認めません。いえ、人間としても認めない。だから怪盗帝国を作ったとでも言うのか。ええ、その通り。怪盗とは何か、探偵とは何か、怪盗帝国がそれを知らしめるのです。今夜は新しい歴史の始まり。蘇った一人の名探偵と未来の探偵たちの知恵、ミルキーホームズと怪盗帝国の真の勝負の時。すでに勝負はついています。はい、地方が死刑本部に連絡を入れたはず。やがてはこの船も包囲されるわ。あなたは袋のネズミよ。やめるんだ、コーデリア。
ここまで周到なことをしてるんだ。何も手を打っていないわけがない。 PDA を見なよ。で、電波が全く入っていません。妨害波だ。少し感じる。陸側からこの事態に気づくのには時間がかかりますね。この船は孤立したということ。そう。そして急がないと船底の爆弾が。小型ですが穴を開けるのには十分なもの。結構な量を仕掛けてありますのよ。この船沈没しちゃいます。あ、消えた。え、何これ。これがアルセーヌの。ええ、幻惑をお見せする。これが私のトイズです。あなたたちはこの謎の世界から希望をつかみ取らなくてはならない。そんなこの船は麗しき謎に満ちた箱、ノーバパンドラ。さあ、私から三つの手法を取り返してごらんなさい。追うぞ、みんな。はい。エルキュール。メロ。しっかり。骨の1、2本は覚悟して。ドラッ。シャーロック。なかなかやりますわね、アルセーヌ。幻惑か。行きますわ。どちらも幻じゃない。コーデリア。わかりました。こっちが偽物です。ランドマークの時と同じ匂い。右側のあなたは怪盗20だわ。何？20。逃げたのか、アルセーヌを残して。待て、アルセーヌ。追い詰めたか。壁の見取り図によればドアの向こうは大部屋一つです。なんかいかにもってドアだよね。入りますか。入りましょう。いや、うわあ。みんな大丈夫か。あ、はい、大丈夫です。一体何が。部屋が爆発したんだ。今のアルセーヌの声だよね。多分苦しそうな声。コーデリア、中の状態がわかるかい。待ってください。人が一人います。呼吸が乱れ気味、怪我をしているのかも。そうか、みんなここで待ってるんだ。僕が見てくる。危ないです。中がどうなっているかわからない。ここにいて。先生。間違いない、声明を送ってきた部屋だ。アルセーヌ。おい、しっかりするんだ。まあ、さすがは名探偵さん、お優しいのね。先生、大丈夫ですか。あ、
アルセーヌ、どうして？自滅？なんからしくないね。そう。こんなことになってしまうなんて、うまくいかないもので。ネロ、これを。何？ PDA？ トイズを使って。あ、非常電源へのアクセスコード？それで、救命ボートは降ろせます。コード入力を！もうやった！うわ！アルセーヌ！このままじゃここも危ない！僕たちと一緒に脱出するんだ！どこまでも、お優しいのね。あ！おめでとうございます。勝負は、あなた方の勝ち。司法は椅子の裏です。さあ、早く、宝を持って、お行きなさい！アルセーヌ。うわぁ！爆発の間隔が短くなってます！船を離れないと、教官！くっ、宝を持って脱出だ！残っているボートを探すんだ。変です。え、静かすぎませんか。確かに変だわ。人の気配が全くしない。救命ボートもたくさんあります。どうして。とにかくボートに乗る。小林こ、心ちゃん、お迎え登場。皆さん乗ってください。ほら捕まって。わあ、いいで。エルキュールさん、急いで。はい、全員乗った。ああ、次行こう。出してガテン。もっと離れて、早く。分かってるって。おいおい、一体何が。何から説明したものでしょうか。ボートを降ろせなかったのよ。ああ、そうです。来場者を救命ボートに乗せようとしたところ、ウィンチが動きませんでした。それでココロさんが電源を調べに行ったら、ものすごい形相で戻ってきて、そのまま私を海に蹴落とし、すぐヘリを呼んでこいと。ん、よくわからないな。爆弾よ。船の中で爆弾を見つけたの。しかもあの構造、多分。ねえ、時間だよ。目を閉じて。他の乗客は？大丈夫です。県警のヘリを総動員して退避させました。何考えてんの、怪盗帝国の奴ら。